あ、でも大丈夫です。本当です。本日はですね、はい、バレンシア対ソシエダ、はい。はいはいはい。ということで、フルで見させていただいたんですけど、はい、やっぱりね、うん、シルバーいないと、ハマっちゃうなっていうのをすごい感じた試合で、はいはいはい、確かに、うん。で、そのね、理由もちょっと僕なりにですけど、うん、一応見つけたんで、はいはいはい、ちょっとそれをちょっと話していけたらなって思うんで、お願いします。まず、まあ、24分のシーンが分かりやすかったんですけど、はい、まあ、全体的にこの感じだったのよ、ビルドアップ。うんうんうん、で、まあ、センターバックがめっちゃ開くと。まあ、センターバック開いて、隣がワイドレーンにサイドバック立ってる。のがソシエダ、はい、センターバック開いたら、うん、そのサイドバックがボランチの位置に行くのが、うん、ブライトン、アーセナル、マンチェスターシティ、はい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 、センターバック開いてセンターバックからボランチにつけても、うん、ボランチ近い距離で2人いるから、うん、ポンポンってその、まあ、ブライトンのボックスみたいな感じですり抜けていけんのよ、はいはいはい、ソシエダは後ろ4枚横並びなのよ、はいはいはい、でセンターバックの距離が遠い、うん、でアンカー1人孤立してんのよ、はいはいはい、だからこれアンカーにつけても、うん、アンカーがもう何していいか分かんないみたいな感じ、はいはいはい、うん、でしかもそのインサイドハーフも、うん、アンカーの1個前のインサイドハーフも結構高い位置取っちゃってるから、うん、アンカーがマジあのお弁当の梅干しみたいな感じでポツンってしてんのよ一人だけ一人だけポツンってなってるからそのアンカーに入っても、うん、結局もうセンターバックに戻すしかないみたいな、はいはいはい、でセンターバック同士の横パスも、うん、距離遠いから、うん、パス出して到達するまでに相手寄せれてる、はい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 、でもサイドバックに出すしかない、うん、もうサイドバックとセンターバック距離近いからそのまま連続できるじゃん、うん、でサイドバック蹴るうん、が、もう、ソシエダ。はいはいはい。で、これ、うん、シルバーいるときは、シルバーが、ポジションをぶっ壊せるというか、はいはいはい、シルバーだけがシステムをぶっ壊せるというか、おうおう、もうこのセンターバックガン開きの間にシルバー落ちるし、確かに。アンカー一人で孤立してたじゃん、うん。そのアンカーの脇にシルバー落ちるのよ。だからその、シルバーがルール無視することによって、うん、そこの分距離感近くなるというか、うんうん、後ろ4枚横並びでアンカー孤立してても、うん、まあ、そのシルバーが入ることによって、ルーターというか、はいはいはい、シルバーが中継地点になるの。なるほどね。今もう Wi-Fi とパソコンの距離遠すぎてめっちゃ電波悪いみたいな感じだから。そこにシルバーがルーターとして入ってるのがソシエダ Wi-Fi なのよ。まあ俺らレアル戦解説したじゃないですか。はい、レアル戦は、久保がルーターになってたの。ああ、確かに。久保さ、うん、まあディフェンスラインまではいかないけど、うん、ボランチの位置までガンガン落ちてたじゃん。めっちゃ落ちてた。だから距離感近いし、しかもやっぱ久保とシルバって、ボールあそこで抜けた時の引き出し方レベル違うから、確かに。すごい円滑に回るのよ、うんうん。で、これもまああくまでも俺の予想なんだけど、うん、まあ、監督が、うん、久保、今回は落ちないでくれって。久保が落ちることによってボールは回るけどさ、うん、そっから差し込んだ時のライン間に久保がいなくなっちゃうじゃん。ああ、確かに。久保が引き出しちゃうと、うん、でやっぱそこのライン間でもソシエダだったらぶっちぎりで軍で別格だから、まあそれを多分避けたかったんだろうね。ああ、なるほどね。今回のソシエダの監督は、はい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 、だからライン間で久保が待ってるけどライン間まで行かないで、うん、サイドバック蹴っちゃって、うん、で意外とバレンシア全然ポゼッションサッカーじゃないのよ。うん、けど、まあ、蹴るにしても繋ぐにしても距離感近いのよ。うん、だからソシエダはガン開きしてアンカー一人しかいない状態で蹴る、うん。だからもう実質セカンドボール拾えんのアンカー一人だけなのよ。スカスカだから、うん、バレンシアは結構中に密集してるから、うん、セカンドボールも拾われちゃうと、うんうんうん、でそもそも多分バレンシアの方がフィジカル強いから、そうね、多分ソシエダの方が上手いんだけど、うん、ソシエダの方がスカスカだったから、うん、バレンシアに普通に押し込まれてたシーンが目立ったというか、確かにこれも俺の見解だけど、監督もさ、うん、シルバーには多分指示出しづらいというか、あー、そうね、それこそバルセロナもそうだけどさ、うん、ペップバルサの時さ、うん、メッシワントップだったじゃん。メッシワントップ、メッシさ、うん、ボランチの位置まで落ちてきてたじゃん。あー、来てる来てる。そうで、あれが結局、うん、当時は、まあ、メッシが落ちてきてると、うん、ゴールの確率低くなるみたいな言われてたけど、うん、ボールは回るのよ、絶対。メッシ来た方が、うん。で、あのイレギュラー感が、やっぱり、ツートップかツーバック見ててさ、うん、はめれるじゃん、今、目の前の人に行けばいいから。そうね、うん。それを視界からメッシが落ちてくることによって、はいはいはい、で、このメッシどうするよ、みたいな、現象が起きて、はいはいはい、で、バルサのあの、テンポ感で回してる中でさ、受け渡しなんだ、できるわけない。無理だよ。いや、お前メッシどうすんだよって言ってる頃には、ね、もうパン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 って言っちゃってるから。だからそれがソシエダだとシルバなのよ。はいはいはい。そのペップバルサのメッシが今のソシエダのシルバだから。はいはいはい。そのなるほど、ルールぶっ壊せる王様がいないから、うんうんうん、本当は久保がそれやってほしいんだけど、うん、多分監督的には久保ライン間で入ってほしいから、確かに、もう4-3-3のシステムのまま、うんうん、4-4-2かな今、うんうん、ソシエダシステムのまんま、うん、ガン開きで、うん、まああれ偽サイドバックすればちょっと変わるんだろうけど、うん、結構ラリーガって偽サイドバックの概念あんまないなって。あんまないね。スペインあんまり流行ってないよね。そう、あのワールドカップのスペイン
人もディフェンスライン4枚横並びじゃん。うんうん、で、バルサも結構そうだから、うんうん、あんま主流じゃないのかなって。そうね。まあそれこそ46分のバレンシアのカウンターとかも、うんうん、カウンターデザインされてるというか、うんうん、もう単独突破で、まあそれこそ前も言いましたけど、うん、制限時間付きのカウンターというか、はいはいはい、ペナカドの方を取っていって、うんうん、普通のチームだったら、うん、一旦戻して、うん、まあ揺さぶろうかなって思ったりするような局面でも、はいはいはい、ミアゾンラン取って、うん、で結局 PK 誘発して、まあ PK VAR でなくなったんだけど、うん、やっぱそこももうやりきろうみたいな、確かにもうやりきる意識が全然違うから、うん、このソシエダに対してだったら決まってたなっていうのがあって、いやそうね、うん、ソシエダが全然繋げなくて、うん、押し込んじゃったみたいな、うんうん、ずっと押し込んでたから結構、そうね、うん、だからその中でもねやっぱ久保だけ全然次元違うというか、うん、まあ、16分のシーンなんだけど、うん、完全にハマってんのよ、うん、トラップしたら絶対死ぬのね、うんうん、けどもうダイレクトでバーンってボランチにつけたシーンがあるんだけど、はい、もうなんか久保だけ常にダイレクトでプレーする準備ができてんのよ。もうなんかさんまさん MC の時の若手ひな壇みたいな感じでもう振られてから考えたらさカットされるじゃん。確かに確かに、もう使われないじゃんそんな思んないの、うん、だからもうさんまさん MC の時の若手の芸人って多分絶対準備してると思うんだよね。ずっと準備してる。そうだからそのレスポンスというか久保だけもう常にさんまさんがいる感じの久保すごいよやっぱり。久保見えてるもん。いや見えてるし決めてる。そうそうそう。久保だけボール持って考えてないもん。他の選手、うん、あそこでパンって受けてそのまま潰されるか、うん、なんかガチャガチャやったりってスローインとか、はいはい、久保だけハマんない。ハマんないね、うん。だからそれこそブライトン感あるというか、うん、マンシーとかでも絶対やれるなって思う動かし方だなって。うん、であとまあ12分のシーンなんだけど、うん、悪ガキ感というか、うん、いい意味での悪ガキ感というか、うん、完全ハマってんのよ。はいはいはい。でトラップしたら絶対殺されるし、はいはい、うわここ出されんだって、うん、これどうすんだろう久保って思ったら、うん、もう最後の悪ガキというか、うん、思いっきりなんか相手のディフェンスにすっげえハイボール上げて蹴り上げたの。ダイレクトでパーンって、うん、ワンチャンセンターバック処理ミスするんじゃないかみたいなボール蹴り上げんのよ、うんうん、それもなんかただじゃ終わんない感というか、頭いいね、ちゃんと考えてんだよね。でこれ俺がスマブラやってる時もそうなんだけど、うん、僕ネスめっちゃ使ってめっちゃネスビップ入ってるんですけど、あのネスって復帰の仕方が、うん、PK サンダー自分に当てて復帰すんのよ。ああはいはいはい、はい、そうでこれがネスだとして、うん、もうここが激痛よ。あはいはい、激痛しました。はいはい、でここコーネリアだとして、もうここだったら復帰できんのよ。はいはい、バーンっつって。うん、けど、ここになった時、うん、俺 PK サンダーで復帰できないの分かってるから、うん、PK サンダーをもう相手に当てて死ぬのよ。その、ただじゃ死なないよみたいな。最後の悪い。そう、15% ぐらいちょっと貯めるよみたいな。それと一緒だね。それと一緒だから、だ俺のネスと一緒久保。もう PK サンダー当ててから撃墜するみたいな。いや、頭いいね。頭いいよ。本当に久保だけ多分ね、常にダイレクトでプレイできる準備してる。うん。久保くんめちゃくちゃ首振ってるから。いや、首振ってる。早い。しかも頭の回転やっぱ、ラリーガーでも多分トップ3入るぐらい早いよ。うんうん、そうね。シルバーいると、うん、やっぱりね、久保がライン間に専念できるから。あ、そうね。で、シルバーいないんだったら、うん、ボール回んないと話に なんないから、ソシエダって、うん。そうね。久保ちょっとね、自由でいいのかなって思うな。ああ、確かに。多分、レアルの時は、うん、久保自由だったのよ。ああ、そうね。けど今回絶対、ちょっと久保ライン間で引き出してくんないって多分言われてると思うんだよね。うんうんうん、あのアンカーの孤立の仕方は。そうね。そう。だからシルバーいないと、うん、ソシエダは、やっぱソシエダじゃないかなっていう。うん、やっぱソシエダっていいサッカーするじゃん。うん、それはやっぱりシルバーが落ちてくるからというか、はいはい、クロアチアも結構モドリッチがダウンスリーとかして、うん、確かに俺多分それでクロアチア毎回ワールドカップいいとこまで行ってると思ってる。やっぱモドリッチが距離感を近くしてくれるから、うんうん、もうルーターになってくれるから、確かに結構ね、うん、強豪国、フランスもさ、うん、アルゼンチンの決勝の時さ、うん、ビルドアップ最悪だったじゃん。あ、そうね。それって能力じゃなくて、モドリッチみたいなルーターがセンスあるかないかだから、うんうん、はいはいはい。そうそうそう。でもクロアチアでもね、うん、もうめっちゃ能力高いかって言われたらさ、まあ高いけどさ、うん、フランスと比べたらそうでもない、まあ、そうね、うん、それでもあそこまでいけるってことはやっぱりルーターの強度というか、確かに、うん、ビンビンに速度めっちゃ速い、速度めっちゃ速いわ、ね、ゲーミングルーターだもんマジで。本当にポケットワイファイじゃない、ポケットワイファイじゃない。だからそこ俺大事だと思うんだよね。確かに。だからソシエダはそれがシルバー。あー、しかも結構シルバーなんかスペック高いから、うんうんうん、久保でもいいけどやっぱ久保は今キレあるからね、うんうん、気持ちはわかるんだけどね監督の、うん、いや久保やっぱ絶対レアルバルサ、うん、余裕でいけるレベルまで到達してるな、ね、完全に、ね、だからシルバーとか割と引退しそうじゃん、あと2年以内で。シルバー引退のタイミングぐらいで、うん、久保が出ていくタイミングだと思うけどな、うん、はいはいはい、シルバーいるから、うん、久保に刺さるから。あー、そうね、シルバーいないと刺さんないもん、確かに。まあ今回はこんな感じだったんですけど、はいはいはい、うん、やっぱシルバーマストだな、うん、で久保はやっぱゲームメーカー兼チャンス
スメーカーだね、やっぱり。うんうんうん、ああ、ビルドアップに関わってても最強だし、うん、ゴール前でも絶対チャンス生み出すから、うん、久保二人欲しいね、だったら、今のソシエダだったら。確かに。シルバーいないんだったら。確かに。まあ、てことで、まあ、この動画がね、はい、面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。